れぐらいですか？アイケアとパパさんどれぐらいですか？アイケアとパパさんどれぐらいですか？こんにちは、水ハーレー女子のレイカです。覚えてますか？今日は私のハーレー女子の友達を紹介します。マイです。アミです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、レイカさん。お久しぶりです。2回目の登場ですね。そうです ね、 ね、はい、なんか今日ファンキーなファッションしてますね。なんかね、ちょっとガラガラで、ガラガラで、いつもおしゃれですね。ありがとうございます。はい、ハーレー女子でおなじみですが、はい、ハーレーってそもそも、はい、なんで興味持ったの？ハーレーはやっぱり昔からバイク、まあ前もお話ししたんですけど、昔からバイク乗りたくって、で、まあ、バイクの中でもいろいろやっぱり SS だったりだとかいろんなバイクあるんですけれども、その中でもハーレーのやっぱり大きさだったりとか、あと音ですねがかっこよくってハーレーにしました。ハーレーって重たくて大きいイメージがありますけど、はい、乗れますかね、誰でも。私は一応身長160センチの、まあ、小柄な感じなんですけれども、全然取り回しだけは難しいんですけれども、慣れてきたら全然普通の、走り出したら全然普通に乗れますね。で、ブレイクアウトっていう車種なんですけれども、やっぱりタイヤが大きい分曲がりにくかったりするんですけど、それでも、まあ、乗りこなせてはいるのかなと思うので、普通に女性の方でも今はハーレーは人気で、いろんなやっぱり人ともつながれますし、いいと思います。最初からブレイクアウト買ったの？スポーツスターとかじゃなくて。あ、もう初めからブレイクアウトです。もう一択でした。ブレイクアウトどこが好きだったんだっけ？初めは私の場合は、まあ、前オーナーさんがいるんですけれども、その方から一番初めにまあ見せてもらったバイクが、ブレイクアウトで、見た目のボディがまあ、茶色なんですけれども、ブラウンがすごく一目惚れしてしまって、であともうメカメカしい感じだったりとか、あともうバイクっていうバイクだったので、もうこれにしたいと思ってブレイクアウトにしました。はい、皆さんでツーリングとか行くんですか？あ、行きますね。めっちゃ行きます。今はもう暖かくなってきたので、ツーリングのお誘いもいっぱいいただいて、いろんなとこ行きますね。他県だったりだとか、まあ、今は緊急事態宣言とかコロナの影響であんまり行けないんですけれども、近場だったりとかはずっと走ってます。こんにちは。こんにちは。どうもお世話様です。ちょっとニュースが始まりそうな雰囲気今回は、はい、私の、ハーレー女子友達のマイさんのご紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあお姉さん、いつから、はい、自己紹介からお願いします。皆様こんにちはでございます。2021年モデルのブレイクアウトに乗っているマイです。よろしくお願いします。マイちゃん、じゃあ、はい、いくつか質問があるんですけど、はいはい、免許取ったのはいつですか？免許取ったのは実はまだ1ヶ月ぐらいしか経ってません。1ヶ月、はい、はい、1ヶ月です。まだ今は何のバイクを乗ってますか？はい、今は2021年モデルのブレイクアウトに乗ってます。私と一緒ですね。一緒で年式は違うけどイエーイ。なんでバイクを乗ろうと思いました？きっかけとかっていうのは、バイクは、はい、もともとお父さんがサーキットとかバイクで走る人だったので、小さい時からバイクとの、まあ、距離が近いというか、すごい、うん、近い存在で、バイクはだから、まあ、大人になったら乗りたいなとずっと思ってました。ああ、なるほど、はい。ツーリングとかってよく行かれるんですか？ツーリングですか？もうめっちゃ行ってます。じゃあ行ってます。まあ、今はあんまりコロナであんまり行けなかったと思うんですけど、うんうん、ちょっと空けてた期間に行ったりしてました。どこの県とかって？私関西人なんですけれども、兵庫県民なんですけど、岡山がめっちゃ好きです。はい、岡山いいですよ、ね、岡山いい。また私とも走りましょう、ね、はい、もちろんでございます。なんで岡山がいいですか？なんで岡山がいいんですか？岡山県は
皆さん行ってみたら分かると思うんですけど、もうね自然がすごい広がってて、なんていうかな、走ってても気持ちいいし広い、うん、でご飯も美味しいし、うん、走りやすいし、まあ、関西から行きやすい、隣の兵庫県の隣の県なので行きやすいというのもありますが、岡山はすごくおすすめです。おすすめです。はい、こんにちは、ビズハーレーの女子のレイカです。今日はもう一人ご紹介したい女の子がいまして、同じくウィズハーレー、あ、違う、ごめんなさい、ハーレー女子の、あの、乗ってる、アミちゃんです。アミです。はい。2020年のパパさん、乗ってます。お願いします。お願いします。じゃあ、アミちゃん、いくつかもう一回質問したいんですけど、なんか、バイクいつから乗り始めましたか？去年の3月から乗ってます。はい、3年ぐらい。なんでパパさんを乗ろうと思いましたか？はい、家の近くのディーラーさんに行って、まあ、いろいろまたいでみたんですけど、パパさんまたいでた時に、あ、これやみたいな、もうすぐ、あ、私パパさん買いますっていう感じで今のに乗ってますね。即決ですね。即決で。なるほど。でペイントとかもしてると思うんですけど、どこでペイントされましたか？兵庫県のペイントショップなんですけど、サードアイさんでオールペイントをさしてもらって、めちゃくちゃかっこよくなってます。最近その、まあ、バイク乗り始めて良かったこととかありますか？良かったことはやっぱりバイク乗ってる人って男の人が多いイメージなんですけど、意外と女性の方が多くて、で、まあ、レイカさんとかマイさんみたいにこう家が近かって、でこう近くに乗るんやっていうのが知れたことでめっちゃ嬉しいし、あ、乗ってよかったなってそこで一番思ったかなっていう感じですね。なんか今は緊急事態宣言があまり出れないんですけれども、まあどっかその開けてた時期もあったと思うんですけど、その時期になんか行ってよかった県とかってありますか？鳥取県に海鮮丼食べに行ったのすごい今一番印象残ってますね。美味しそう。緊急事態宣言あげたら行きましょう。ぜひ一緒にお願いします。はい、じゃあ、こんにちは、ウィズハーレー女子です。こんにちは。ちょっと3人でいろいろバイクについて話し合いたいと思います。じゃあ、まあ、バイクの一番嫌なところってなんかまあ重たいやんか、重たい取り回しがなんかこれは嫌とかあります？私は最初、うん、またがった時、うん、こう起こせなかった、うん、まずブレーカーとね、そう、うん、ブレーカーと乗ってるんですけど、だからこうコツを教えてもらってから、うんうんうん、あのまあもう何度かこうパッパッできるようになりましたけど、最初はちょっとうんってなってました。わかる、めっちゃわかる。私今でもうんって言ってる。アミちゃんパパさんよ、パパさんも重たいもんね。うーん、ね、排気量が、排気量ってパパさんどれぐらいですか？ねえ、バカなんかな。ちょっとさっきのカットで。カットそのままやな。そうよね、じゃあ私らの倍以上の排気量ですね。 1689cc 1689じゃない、だから2016年やから、あ、だよね、ちょっとですよね。ほら、小中大ちょっとびっくりしよ、私もびっくり。157 155cm です。160な、身長と体感合ってないから。みんなバラバラ。はい、はい、でね、なんかまだ3人でツーリング行けてないけど、じゃあ私が車検上がったらどこ行きたいとかってちょっとありますか？うん、はい、はい、どうぞ。私が行きたいのは山口県の角島です。角島、皆さんいかがでしょうか？でしょうか。そう、
橋があってね、長い橋があって両サイドに海。皆さん行ったことありますか？誰か連れて行ってください。道が、はい、行きたい。角島行ったことある？ないデーコない、うん、行きたい行きたいね。行きたい、行こう、うん、行ってみたい、うん、行こうこれは決まった。はい、角島行きたいね。行っちゃいましょうか。行こうか。ちょっと行っちゃいましょうか。行こう、行っちゃいましょう。じゃあ行っちゃいましょうか。よろしければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。